時計の針は午後5時を回りました。 88.5MHz レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢、味自慢の時間です。前向き事業づくりネットワーク副代表、そして待望公認インストラクター泉しらべさんにお越しいただきました。ようこそ。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前向き事業づくりネットワークというのはたびたびご紹介していただいてるんですが、もう一度どんなことをやってらっしゃるのか。はい、そうですね、はい、学校って、まあ、うん、先生と生徒のものであるんですけれども、はい、先生のメインってやっぱり授業になるんですよね、はい、でその中で、まあ、10人といろんな授業は当然あるんですけれども、いろんな生徒に届くために、はい、授業の研究をして方法をある程度フォーマット化して、まあ、皆様の役に立てないかっていうような、うん、まあ、本当に前向きな会になります。そうですね、今学校の先生も生徒さんも本当に自分がどうすればいいのか、どうやったら子どもたちが伸び伸びと授業を受けて伸び伸びと遊べるかというのが、先生自身がね模索している段階なのかなって。おっしゃる通りだと思います、ね、技術の過渡期でもあるもんですから、はい、もう誰も、変な話ですが、正解がわからないような状況だと思うので、そうですね、本当にその中で、まあ、プロトタイプではあるんですが、何ができるかというところを、まあ、目いっぱいやりたいなというところが目標ですね、うん、そうですね、子どもたちはですね、本当に子どもらしくのびのびと育ってほしいなって私はいつも願ってるんですけども、はい、私たちが子育てする時期と今の時期の社会の成り立ちがちょっと違ってるような気がするんですね。おっしゃる通りかと思います、ね、はいはい、だからその私たちは雑草のごとくのびのびとこうやってきたような気がします、うん、それもいいのか悪いのか分かりませんけども、でも今は資格の中に全部その物事を入れようという、そして、はみ出すことがないようにという感じで、なんか先生方もこう、自分がどうすればいいのかというがんじがらめにあっているんじゃないでしょうかね。そうですね、多様性の時代とは言うものの、うん、ちょっと、まあ、なかなかそこに完全にはついていけないような現状もある中で、はい、まあ、誰もが堅苦しさを多少は感じているのかなとは思うんですね、なのでそこをこう技術の力を使って、はい、いろんなこう観点を発掘できるお手伝いができればいいなというのが目標で、なんていうんですかね、自由なことを感じられる、感じてもいいんだよっていうことの一つの証明ができたらなっていうふうに思ってますね。そうですよね、なんか子供らしさっていうかね、子供って、私も八重洲の駅からバスでいつも来るんです。いつも子供たちと一緒になるんですね。で、子供たちはバスの中でやっぱり騒ぐんですよ、うん、騒ぐんですが、大人がね、一言ちょっと静かにしようかっていうと、たっと静かになるんです。で、それはこのなんていうのかな、例えば今日なんかの6人ぐらい乗ってきたのかな、で6人が全部そうするかって、そうじゃないのね、うん、で2人の、まあ、お子さんがバスの中は静かにしなきゃダメだよって大きい声で言ったの、うん、言ったら分かってるって言いながら大きい声でまだ騒いでたんですけどね、うん、でただ大人の人が一言ちょっと静かにしようかって、マスクをやってなかったもんですからね、で大人の人は全員やってるんですが、子どもたちがマスクやってない子が2人ぐらいいたのかな、でその中でその大人の人が、ね、バスの中ではマスクをしようよって言ったら、はーいって言ったんですね。いや、私この子たちみんな素直と思いながら、私とちょっと離れてたもんですから、まあ、じっと聞いてたんですけどね。でその中でも学校では多分規律の中で生活をする、でそれにバスに乗った途端に解き放されたのかなって、うん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 、そんな感じを私は受けたんですけどね。集団行動の中で、まあ、殺さなければいけない子というのもあると思うんですけども、はいはい、今の話、そのミサヨさんにしても、その注意した方にしても、命令じゃなくて勧誘なんですよね、しようよっていう、結局人間と人間の関わりなので、そういった技術というよりは小さなところの気遣いというか、関わり方というのがちょっと下手なのかなとも思います、今の方は、うんうん、ね、自分たちもどうすればいいのかなっていうのが本当に分からなくて、そうなってるのかもしれませんしね。そこをいかに私たちが、私たち大人が
まず模範を示すべきかなって私は思うんですけどね、はい、四角の四角じゃなくても私はいいような気がします。僕もそう思いますよ、ね、はい、三角でも丸でもひし形でもいいと私は思うんですね。でみんなが一直線に例えばこうスタートして、はい、ゴールも一緒っていうと競争心も何も表せないですよね。で私近所の子供が言ってたんですが、運動会の時全員が一等賞なんですって。ちょっと意味がわからないんですけど、わかります？あの順位をつけることが良くないことだという前提でだと思うんですけども、なるほど、努力をしたことと結果っていうのはまた別で出ちゃってるものなので、うんうん、はい、あのこれ君が今日は例えば3、うん、順番では 1,2,3 番目にゴールしたけど、うん、それはそれでいいんだよって言ってあげられる余裕がないのかなと思っちゃいますけどね、一緒に、ね、ゴールするんですって、はい、っていうふうに聞きますよね。これは運動会の中で、はい、えって、うん、でほら ものすごく運動の得意な子、お勉強の得意な子っているわけじゃないですか、うん、はい、であの体を動かすことによって、そのなんていうの、僕は絶対に人には負けないぐらい の、うん、の走るのかけっこ早いんだよという、そういうの大事じゃないかなって。大事だと思いますよ。あの今、うん、ワールドカップやってますが、あの、はいはい、3位決定戦って言ってますからね、はいはい、なんでそうそう、サッカーは良くてかけっこはダメなのかみたいな単純比較になってしまうので、やるとするとこういう前提なのでこうしますっていうのは説明はした方がいいのかなと思います、ね、で1位2位3位じゃなくってなんか一緒にゴールをして、はい、でいただくものもねみんな同じなんだって、うんうん、こうあの私たちの時は一等賞は何とかって、はい、もらってて、とにかく走ってよしあれをゲットするぞとかさね、みんなそういうふうな感じで私たちの時代はやってたんですが、今はもうそれが許されないっていうのがやっぱりちょっと寂しいかな。そうですね、寂しいですよね、はい、ある意味こう努力の結果としての結実でもあるので、うんうん、ある程度あってもいいんじゃないかなと思いますけどね。そうですよね、はいはい、先ほどねちょっとお話を伺ったんですが、中澤照子さんのお話をちょっと伺いたいんですが、はいはい、あの僕も、うん、あのインターネットで知ったんですけれども、あの20年間保護司をされているということで、はい、大変なこと、はい、で僕あの最近引っ越した近くに、あの喫茶ラララというところでオープンしているという話を聞きまして、お会いしに行ってきたんですね、はいはい、喫茶店をやりながら保護司をやってる。そうです、はいはい、でまあ、あの本当に素晴らしい方で、あのなんていうんですかね、人間の器が大きいとはこういうことを言うんだろうな、うんうん、ということで、話し方から人の接し方からの非常に勉強になってます。なるほど。で我々もなんかその学校というところで携わる以上ですね、人間関係が重要になってくるので、あの方に教わって少しでもあの僕も向上しようというところですね。本当に20年間ってもうすっごい長いですよね。すごいですね、はい、でその育てた子どもたちっていうのはたくさん、子どもじゃなくて大人のこともやっぱりね、はい、いらっしゃると思うんですが、あの保護司さんは一人に対して何人か受け持つんですよね、うんうんうん、もう大変なことだと思うんですよ、はいはい、頭が下がるっていうのかな。頭下がりますね、はい、有名なカレーがありますよね、はい、あの厚生カレーというので、はい、あのクラウドファウンディングもされてますので、はい、あの、はい、検索してみてください。なんていうふうに検索すればいいんですか？あの中澤照子厚生カレーで見ていただければ、はい、あ、なるほど、もうそのまま出てきます。なるほど、はい、中澤さんにもぜひお会いしてですね、はい、まあ、あの子どもたちだけじゃなくて構成をしていく上でね、自分が、こういうふうに 接することによって子どもでも大人でもね構成していってくれるんだよというお話が伺えたら。そうですね、その構成カレーを食べるといいのかもしれない。はい、あの他人との接し方で言うとですね、非常にたくさんのヒントをあの、強制ではなくくれる方で、僕はちょっと少しお話しさせてもらうために本当に勉強になってますので、あのぜひそういった話をこう大きなところでしていただけたらありがたいなと思っているので、そうですね、ぜひ美咲さんにそこはお願いしたいと思います、うん、ね、ぜひぜひ私もそういう方にお会いしまして、はい、いろんなお話を伺えるのが自分の財産になると思うんです、はい、で少しでもですね社会のために私たちも貢献できるようにしたら嬉しいなと思うんですけどね、はい、ちょっと今の自ら学び考えるっていうような指針が出ていますので、うん、はい、まさにその
ところで僕は勉強させてもらってますんで、うんうん、本当にあの店屋さんにもっと僕でうまく話を引き出していただけると思うので、いやいや、はい、あのその格納部分をですね伝える場面にしていただけたら、あの僕は非常に嬉しいです。そうですね、あの、はい、忙しいと思いますが、はい、お時間をぜひ作っていただいてですね、はい、ここで、ちょっとお話ができたら。そうですね、その前にね、やっぱり個性カレーを食べに行かないぜひあの辰巳駅から歩いて1分ぐらいですので、ララララっておっしゃいます。そう、カフェララララですね、カフェララララですね、はいはい、今後の方針としては、あの泉さんはどんなふうに子どもたちとの接種。そうですね、うん、あの基本は変わらないんですけれども、はい、あのどんな子どもでもいいところを見つける、はい、というところは技術を用いてなんとか、うん、まあ、くさびを打ちたいなというふうに思っています。いい言葉、くさびを打ちたいのね、はい、あ、そうですよね。ぜひぜひあの、はい、今後もですね、子どもたちのため、学校の先生のため、ますます精進していただければ嬉しいなと思います。はい、はい、頑張ります、はい、でまたあのぜひ来ていただいてですね、はい、そのこの続きはですね、あの大森さんに伺ってよろしいでしょうかね、はいはい、よろしくお願いします、はい、ご一緒にお仕事なさってるんですよね、はい、はい、ぜひまたあの引き続き今度は大森さんとお話をさせていきたいと思います。はい、本日はお忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。どちらこそありがとうございます。この番組は一般貨物運送引っ越しを手掛けるセキロジ株式会社の提供でお送りいたしました。